小さな集団にはそこに根付いた強さや信仰があって、その元で暮らす人の中に美しいと思う瞬間がある。男は認めん、見せもん、以前と同じ我々や。そうなったらここの暮らしも長くは続かん。彼女たちをなるべく自然の状態で保つ必要があるんです。男性ってだけでここでは特別です。刺激を与えないように。変なこと教えられたんやろ。嘘ついてんのはカグーとお肉もよ。こんなこと言うとるわ。私のせい。あの人はここにいるべき人間じゃない。なんでカグーもお肉まも倉庫を嫌うん。嫌ってへん。倉庫さん、あなたもここには置いておけない。